いやーなんか秋冬に着れるような大人っぽい上品なニットが欲しいんだよな。だけどもベーシックなオフホワイトだとかライトグレーだとかブラックネイビーみたいなものは持ってるからちょっと違ったものが欲しいんだよな。できれば着るだけでちょっと映えるような綺麗な色のニットが欲しいんだけども、どんなものを買えばいいのかわかんないんだよな。誰か教えてくれる人っていないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人に似合う差し色ニットはこれが最強というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭にもお伝えした通り、結構ニットというのは僕も普段の動画の中でよく語っているので皆さん持ってるアイテムだと思うんですね。トップスの中でもパーカーだとかスウェットに比べると着るだけで上品に見えるので大人の男性には必須のアイテムかなと思うんですが、代表的なのが明るいですね、ホワイトだとかライトグレー系、もしくは深い色ですね、ブラック、ネイビー、ダークグレー、この辺りになってくるかなと思います。定番的なのでこの辺りのニットはすでに持ってる方が多いかなと思うんですが、ちょっと新鮮な今年らしい色合いを楽しみたいだとか華やかな色、綺麗な色を楽しみたいという方には、どういった選択肢があるかなというところで皆さんにご紹介したいのが、僕が今着てるようなロイヤルブルーのニットなんですね。綺麗な色のニットというのは結構大人世代には使い勝手が良くて、今年もですね、いろんなブランドからですね差し色となるようなニットが出てるんですが、例えば暖色系のオレンジャーとかレッドのニットもいいかなと思いますし、あとは蛍光色のニットみたいなものもおしゃれな人の間では結構愛用されてたりするんですが、個人的に結構使い勝手がいいなと思っているのがこのようなロイヤルブルーのニットかなと思っています。ネイビーをはじめとするブルー系というのは僕たち大人世代にとっても馴染み深いですし、その中でも発色が良くて綺麗に見えるロイヤルブルーというのは安心感がありつつも華やかさも出せるので結構使い勝手がいいんですね。今季は結構いろんなブランドでロイヤルブルーのニットやってるんですが、僕も昔から好きな色をニットだったので、自分のブランドでも作りたいなということで今回ですねオリジナルでこちらのですねロイヤルブルーニットを作ってみました。でニットに関しては個人的なこだわりがいくつかポイントがあるんですが、そのあたりをこのニットには全部取り入れてるんですね。まず大切なのは厚みだと思っていまして、あまり厚すぎちゃうと着れる季節が限られてしまうので中肉厚、これが使い勝手がいいなと思ってるんですね。薄すぎるものだとロンティー感覚で使いやすいんですが、ちょっと真冬では寒いのと体のラインを拾ってしまうのでぽっちゃり体型の方にはちょっと似合いづらかったりするんですね。で逆にニットが厚すぎるとこれまたですね動きづらかったりだとか着れる季節が限られてしまったりするので意外と使いづらかったりするので、今着てるような中肉厚というのが最も使いやすいようなバランスかなと思っています。あとはサイズ感ですね。これも重要で、ニット1枚で着た時にも様になるのはジャストサイズよりは少し緩さがあるものだなと思ってまして、今回作ったニットは肩のラインですね、この辺りになってまして結構ゆとりのあるようなサイズ感になっています。身幅もちょっとゆとりがあるんですが着丈は長すぎないようなバランスになっているので、この辺りはちょっと緩さはあるんだけどもだらしなく見えないようなバランスでサイズ調整をしています。あとすごく重要だと思っているのが首周りのフィット感なんですね。ここが結構緩いものだとだらしなく見えてしまったりだとか上にアウターを着た時の収まりが良くないんですね。なので丸首のニットではあるんですが少し襟は高めの設定にしています。丸首以上モックネック未満というところで設定をしてありまして、様々な季節に着れるんですが首元のフィット感は割とですね高めに設定してありますので上品に見えるような丸首のフィット感というところを実現しています。あとは僕は T シャツの上にさらりとニットを着ることが多かったりするので肌触りも結構重要だなと思っています。ウール 100% のニットも上品でいいんですがチクチク感が気になるので肌触りのいい素材を使うことで着ていてストレスがないようなですね素材感もかなりこだわって作っています。で今着てるこちらのアイテムなんですが見た目的にはニットなんですが、細かいところを言うとニットとカットソーの中間的な位置づけなんですね。このようなものをニットソーと呼ぶんですが、素材はニットなんですがそれぞれの本体のパーツと腕のパーツ、あとはこのようなリブをですね縫い合わせて作ってるんですね。ですのでニットとカットソーの中間的な立ち位置で自宅でもケアしやすいようなアイテムになってるので、そのあたりもですね含めて使い勝手がいいようなアイテムになってるかなと思います。でニット層っていうのは通常ニットよりも少しですね工賃を下げられるので今回はこの方式を選んだんですね。僕のブランド層というのは本当にちっちゃな弱小ブランドなので全て国内の生地を使って国産で作ってるんですね。できれば海外でですねドーンと作った方がコストは下げられるんですが、なるべく丁寧なものづくりをしたいなということで国内で作るとそれなりに工賃が高くなってしまうので、今回はニット層というですね方式で作ることで見た目はニットなんだけども製造のコストをやや下げるようにしてるんですね。なので
国内縫製、国内素材を使った上質なニットではあるんですが、値段は前回オリジナルで作ったニットに比べるとかなりですね、コストダウンして皆さんにご提供することができたかなと思っています。まあコーディネートは簡単で、もうシンプルにこのニットを主役にしてブラック系のパンツで合わせていただくのもいいかなと思いますし、やっぱりこのようなロイヤルブルーのニットというのは特に重ね着の際にすごく使い勝手がいいんですね。例えば上半身にブラックだとかネイビーのような深めの色のアウターを着た時なんかには、このようなロイヤルブルーのニットというのが本当に差し色として映えるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ他には冬の定番的なアウターとしてブラックのダウンだとか中綿のアウターがあるかなと思うんですが、その内側にこういったロイヤルブルーのニットというのも非常にバランスよくはまるんですね。ですので単体で使ってもいいし、重ね着のパーツとしても使ってもいいし、様々な使い方ができるようなニットなので、1枚持っておくとすごく便利かなと思います。まあ、僕自身現在40代ですが、40代の大人世代にも似合うし、結構30代のトレンドを意識している方にもこのようなロイヤルブルーのニットは似合うかなと思います。また40代以上の大人世代の方でも、結構こういった綺麗な色のニットというのはすごくですね、雰囲気が馴染みやすかったりするので、似合いやすいアイテムの一つかなと思います。ぜひですね、ベーシックなニットを持っている方であれば、こういった綺麗な色のニットもですね、トライをしていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。でこちらのニットの発売日なんですが、本日のですね7時からちょうど動画の公開と同時にですね、発売をスタートします。先ほどもお伝えしましたが、もうちっちゃなブランドなので、ある程度在庫に限りがありますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただければなと思っています。個人的にも大好きなロイヤルブルーで、色の明るさや深さも含めて完璧なバランスで仕上がった1枚なので、まあぜひ気になる方はですね、この機会にチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。